明さんがいらっしゃらなかったら、うん、今の自分がいなかったとそう言い切るスターの方がいらっしゃるんです。すごいですね。お呼びいたしましょう。この方です。どうぞどうぞ。お知らせようこそ。すみません。じゃあどうぞお座りになって。はい、それは久しぶりですね。はい、ご無沙汰です。え、もちろん、何も手ぶらっていうのもなんですから。あら。今日のお土産はお酒なんですけど。あ、嘘。あのね、大分県に行ってきたんですよ。今日帰ってきたんで、飲んでください。すごい。私お酒好きなんですよ。すっごく。もう好みもよく知ってるんですね。じゃあもちろん何でも知り尽くしてますから私は。そう結構もうかなり親しい仲なんですか今は。親しいです。そんなことないですよ。プライベートでお会いになることもあるんですか。いや一度もないですね。そんな関係はしません。やっぱりね、電話かけてきてくれるんですけど、たまにかけてきてくれるんですよね。すごいと。でもかけてもかかってくるのもすごいたまになんですけどね。違う、なんかかけにくいんですよ。なんでどうでもいいような話なんかできないじゃないですか。いや、それが聞きたい、いいんでしょ別にテーマなんかなくても。でも留守電に長々とどうでもいいこと残すんですよ。あ今車の中なんですけどとかって聞いてアキナさんがいらっしゃらなかったら歌手にはなってなかったっていうのは、ね、これはなってないと思いますね。本当にあれ意味では、うんうん、っていうのは、はい、うん、すごい憧れて、で一緒にねステージに立ちたかったんです。とにかくでオーディションを受けた時も明菜さんの曲を受けて、歌って、そしたら合格したんですよ。何の歌だった。スローモーションを歌わせていただきました。そう、うん、そういう子は